ああ、暇だな。しょうがねえよ、こんな天気じゃ。台風が来るんだもんな。もう帰ろっか。そうだな。いつまでいたって客が来るわけじゃないし、金が増えるわけでもないし。行こう。おい君たち、帰らないで残ってくれないか。帰らないってって言っても台風来てるし。だから今夜一晩台風からこの家を守る手伝いをしてくれ。日当は倍出すから。倍茶3倍だ。3倍うちも3倍うちは4倍や。これ以上ビタ1も負けんぞ。うちも4倍だ。どうでくる。やります。さあ桜木花道、お待ちかねの基礎タイムよ。また基礎か。じゃお先に。花道、あんまりあやちゃんに迷惑かけるんじゃねえぞ。基礎なんか、基礎なんか、なんでこの天才が、なんで。春子ちゃんが言ってたでしょ、あんたが伸びた分だけ湘北が全国制覇に近づけるのよ。はるこさん、はい、できた。おお、焼きうどん。優しいな、はるこさん、料理も上手。いただきます。うまい、うまいっすよこれ。世界広しといえども、ハルコさんの愛情手料理を食べたのはこの俺しかいないだろう。うおー、基礎でも何でも持ってきやがれ。うりゃー。何それ。大丈夫かな。飛ばされちまうかも。マジでやべえぞこりゃ。ロープで全部閉まるんだ。家ごと飛ばされちまうぜ。こっちもだ。両方の家をくっつけるんだ。じゃねえと両方飛ばされちまうぞ。おわお。なんとか持ち越した。てっきり飛ばされると思ったけどな。あ、これからもお互い協力していけってことですかな。あ、花道。あ、なんだお前たち、喧嘩でもしたのか。いや、バイトでな。命がけだったんだぜ。金稼ぐのも楽じゃねえよな。おかげで儲かったけどな。金